ツイステッドワンダーランド。はい、こんばんは、アキラの現場へようこそ。本日2020年3月18日配信開始していました最新作ディズニーツイステッドワンダーランドの初見実況です。こちらがですね、ジャンルがヴィランズ学園アドベンチャーズゲームとなっています。早速やっていきましょう。早速チュートリアルというか最初のストーリー的な話ですね。ああ、愛しい我が君、気高く麗しい悪の花、あなたこそが世界で一番美しい。鏡よ鏡、教えておくれ、この世で一番。鏡の魔女ってあれですよ、シンデレラじゃなくて白雪姫か。闇の鏡に導かれし者よ、汝の心の望むまま鏡に映る者の手を取るがよい。という感じで、こちらですね、このゲームの主役はディズニー作品の悪役たちです。で、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームってなってまして、まあリズムゲームと、まあ戦いものがあって、で、それが学園ものになってると。で、これがね、なんとサポーティッドバイスクエニ、で、企画配信がアニプレックス、そこにウォルト・ディズニー・ジャパンが協力しているということで、もう世界的にね、人気のあるディズニーという作品の中の悪役たちを、アニプレックスが、擬人化したキャラクター、イケメンたちに変えてですね、それをゲームにしたというもので、ヒット間違いなしですよね。で、とりあえずはだからここで、まあ、どこから始めるんかっていうのを多分選ぶんでしょうね。ほら、百獣のハートの女王、死者の国の王、美しき女王とかあるんで、どうしよう。とりあえずハートの女王、タップしてみます。というとこのハーツラビル寮、学園の中の寮に入るんですね。で、ハートの女王の厳格な精神に基づく量ということで、そこにいるメンバーがこの男の子たちという内容になってます。まあ、とりあえずね、これでやっていこうと思います。行こうか。あ、で、選べるんだ。遅刻は許されないよ。この中から選べるんだ。早く行かないと首をはねられてしまうぞ。ぼちぼち行きますか。あ、なるほど。一緒に楽しもうね。ダイヤモンド、スペード、始めよう。行こうか。遅刻は許されないよ。じゃあ寮長の手を取ろうと思います。リドルローズハートの手を取ります。後悔はないな。そういうの聞いてくるんですね。はい。これ事前登録が150万人超えてるんですよ。ね。これはなかなかの注目タイトルなんで、すごい、この3月ね、いろんなゲーム出るんですけど、その中でも最注目でしたね。リドルローズハート、エスレア。あ、なんか、最初言うなればガチャみたいなもんだね。まず最初の相方を選ぶってので、あん中で選べるんだ。まあ、まあいいです。とりあえずこれでいきます。星をも灰にする炎、時をも封じ込める氷、空をも飲み込む大樹、闇の力を恐れる。さあ、力を示すがよい。魔法ってかそういうこと？ゲーム開始に必要なデータをダウンロードしますということで、いきなりダウンロード始まりましたので、一回ここダウンロード飛ばします。で、チュートリアルをプレイしているし、ゲーム本編の動画を同時にこれダウンロードします。よろしいですかということで、こちらもダウンロードしながら進みましょう。バトルについて、メインストーリーを進めていくとバトルが発生することがあります。バトルは魔法を使って交互に攻撃を行う単性バトルです。1ターンにつき2回の攻撃を行うことができます。早速バトルをしてみましょうということでやってみます。おー、かっこいいですね、敵キャラが。へー、で、いい度胸が終わり。こんな感じなんですね。
で、どうすればいいんですか、僕は、とりあえず。た、あ、で、自分のどれで操作するかを選ぶんね。3体のうち2個選べれると。見ていられない。はいはい。ほら。フレームブラスト、まあ、魔法ですね。いや、焼かれると。で、またここから選べると。で、まあ、同じようにじゃあ次この子選んでみましょうか。わかりました。同じやつも選べるのか。わかりました。同じやつ 2回選べますね、うん。で、今のはこれ多分自分の持ってる特性かなんかだろうね。かわいそう。フォレストストライク。だから持続性魔法ってことですね。めっちゃやられとるやんけ。無駄です。2回目変わりましたね、攻撃がね。では今度同じようにこのローズを2回選んでみましょうか。いいだろう、分かった。アタックアップ、アタックアップ、ヒダメージアップ。図が高いね。めっちゃ食らうし、めっちゃ食らうし、やばいし、死にかけとる。フレームブラスト。3回目攻撃しましたね。で、やられたし。めっちゃやられたし。バトルフィニッシュ。負けました。チュートリアルで負けるってことあんの？私に、彼らに、君に、残された時間は少ない。決してその手を離さぬよ。チュートリアルが終わったんか。 Welcome to the Villains World プロローグですね。いやー、かっこいいな、いちいち演出が。横持ちゲーム久しぶりなんやけどな。メインプロローグ1、覚醒ストレンジャー。この音はアドベンチャーモードですね。やべ、そろそろ人が来ちまうぞ。早いところ制服を。この蓋重たいんだぞ。こうなったら奥の手だ。ふなー、それ。火事だ。さてさて、お目当ての敵や。敵や。お前。しゃべるタヌキ。誰がタヌキじゃ。俺様はグリム様なんだぞ。まあ、そこの人間、はい、俺様にその服をよこすんだぞ。さもなくば丸焼きだ。うん、タヌキに丸焼きされる夢なんて斬新すぎる。だからタヌキじゃねえって言ってるんだぞ。今とりあえず逃げてるんだろうね、これね。走ってるんだろうね。図書室、うん、ここは一体どこなんだって。図書室なんだけどね。俺様の鼻から逃げられると思ったか、人間め。さあ、丸焼きにされたくなかったらその服を。ん、ひにゃい。いてえぞ。なんだこの紐。紐ではありません。愛の鞭です。お、なんか出てきた。ああ、やっと見つけました。君、今年の新入生ですね。なるほど、新入生なんですね。ダメじゃありませんか。勝手にゲートから出るなんて。それに、まだ手なずけられていない使い魔の同伴は拘束違反ですよ。離せ。俺様はこんなやつの使い魔じゃねえんだぞ。はいはい、反抗的な使い魔はみんなそう言うんです。少し静かにしていましょうね。まったく、勝手に扉を開けて出てきてしまった新入生など前代未聞です。はあ、どれだけせっかちさんなんですか。さあさあ、とっくに入学式は始まっていますよ。鏡の前へ行きましょう。ほうほう、新入生なんですね、僕は。この寮の、あなたが目覚めた、たくさんの扉が並んでいた部屋ですよ。この学園へ入学する生徒は全てあの扉をくぐってこの学園へやってくるのです。
通常特殊な鍵で扉を開くまで生徒は目覚めないはずなんですが。なかなか重厚なストーリーですね。それまでの世界に別れを告げ新しく生まれ変わるあの扉の衣装にはそんな思いが込められているんです。ほうほう。おっと、長話をしている場合ではありませんでした。早くしないと入学式が終わってしまう。さあさあ行きますよ。その前にここは一体どこですか？おや？君まだ意識がはっきりしてないんですか？空間転移魔法の影響で記憶が混乱してるんですか、ね、よくあるやつ。まあいいでしょう。よくあることです、ね、では歩きながら説明して差し上げます。私優しいので。なんか気持ち悪いですね。あの人がまあ言うならストーリーテラーなんかな。中にはここはナイトレイヴンカレッジ。ナイトレイヴンカレッジ。世界中から選ばれた類まれなる才能を持つ魔法師の卵が集まる、うんうん、ツイステッドワンダーランドきっての名門魔法師養成学校。なるほど、ホグワーツですね。そして私は理事長よりこの学園を預かる校長ディア・クローリーと申し。こいつより偉い人がいるんだね。魔法師。この学園に入学できるのは闇の鏡に優秀な魔法師の資質を認められた者のみ。選ばれし者は扉を使って世界中からこの学園へ呼び寄せられる。あなたのところにも扉を乗せた黒い馬車が迎えに来たはずです。扉っていうか棺でしたよね。顔が怖い馬がいたような。あの黒き馬車は闇の鏡が選んだ侵入生を迎えるためのもの。学園に通じる扉を運ぶ特別な馬車なのです。古来より特別な日のお迎えは馬車と相場が決まっているでしょう。そういやそうですね。勝手にここに連れられてきたこと。ね、さあ入学式に行きますよ。ほうほう、ストーリークリア。とりあえずマドルってのもらいましたら、これなんかガチャかなんかなんかな。鏡の間から厳粛ブレイク。リズムをタップしてストーリーを進めましょう。リズミックパートがあるストーリーには音符のマークが表示されますと。あ、これだね。はい、早速そのリズムタップモードかな。なんかめっちゃクシソシソ言ってる。これで入学式と両分けは終わりかな。はい、いいかい新入生たち。ハーツラビル寮では僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから、そのつもりで。各寮長だね多分ね。やっと語る式が終わった。イケボやな。さっさと寮に戻るぞ。サバナクロー寮ついてこい。新入生の皆さん、この度は入学おめでとうございます。皆さんが充実した学園生活を送れるようオクタビネル寮寮長として精一杯サポートさせていただきますよ。それにしても学園長はどこに行っちゃったのかしら。式の途中で飛び出して行っちゃったけど。職務放棄。タブレットタブレット。腹でも痛めたんじゃないか。いろんなキャラいますね。しかもめっちゃヌルヌル動きますね。あ、来た。まったくもう新入生が一人足りないので探しに行っていたんです。さあ両分けがまだなのは君だけですよ。タヌキ君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前。ほいほい、ほんごごご。何時の名を告げよ。はい、はい、さっき名前は先に入力してました。何時の魂の形は。分からんのかい。何ですって。このものからは魔力の波長が一切感じられない。なるほど。色も形も一切の無である。よってどの量にもふさわしくない。あらま
入学即退学みたいな。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。生徒選定の手違いなどこの100年ただの一度もなかったはず。一体なぜ。こいつか、こいつがなかったな。だったらその席俺様に譲るんだぞ。あ、待ちなさい、このタヌキ。そこの人間と違って俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに俺様を学校に入れろ。魔法ならとびっきりのを今見せてやるんだぞ。みんな捨てて。このままでは学園が火の海です。誰かあのタヌキを捕まえてください。ちかったりな。あら、狩りはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。なんで俺が。てめえがやれよ。グローリー先生、お任せください。いたいけな小動物をいたぶって捕獲するという皆さんが嫌がる役目、この僕が受け負います。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎ来ましたわ。なあ、誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。皆さん、私の話聞いて、ごちゃごちゃしておりますな。はあ、タヌキ捕まえるくらいあんたがやりゃいいだろう。先生、俺様はタヌキじゃねえって何度言わせるんだぞ。偉大なる魔法師になる男グリムとは俺様のことだぞ。威勢のいい小動物ですね。リドルさん、お願いできますか。違反者は見逃せないからね。さっさと済ませるとしよう。ほーで、リズムパートになると、はい、なかなかごちゃごちゃしましたね、ここまでがね。リズミックはメインストーリーに沿ってプレイできるリズムゲームです。シナリオとリズムゲームが交互にあり、リズムゲームのスコアによりシナリオが分岐します。なるほど、全部見ようと思ったらいろいろやらなきゃいけないところがあるんですね。ノーツがターゲットの中心に高いタイミングでタップすると高いスコアを獲得できますと。ノーツとバーの色によってタップの範囲が変わります。緑の場合、画面のどこをタップしても反応しますと。なるほど、画面のどこを押しても OK ね。はいはい。通常ノーツの他にロングノーツが出現することがあります。ロングノーツはノーツの終了まで画面を押し続けましょう、まあ、よくあるやつですね。ってことはイヤホン必須だな。はい、では早速イージーからやってみましょう。はい、これオートプレイになってるの。はいはいはい。僕の目の前でルールを破るとは大変度胸があるね。さあ、早いことを捕まえてしまいましょう。ほい。ゲームスタート。トントン。はいはい、どこタップしても OK ですね、これは。はい、まあ、通常の音ゲーと一緒ですね。あ、ミスった。あ、でもこれ面白いかもしれん。久しぶりやな、こういうの。あ、やっぱ喋ってるとダメだね、こういうのはね。ダン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 。あー、でもこれはなんぞ難しくなってくると面白いですね。でもこの手になってくるとね、イヤホンずっと持ち歩かなあかんのがめんどくさいな。早く難易度高いのやってみたいですね、これやったらね。あわわわわわわわ。まだあるんかな。はい、だだ長押しですね。タタ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 タ。なんかもっと他の色とか出てくるんかな。何個か多分複数出てきたりするんでしょうね。
哀れな小動物ですね。なんかさっきのバトルパートよりもこっちの方が面白いと思う、正直。くなーくなー、フィニッシュ、終わりか。これでランク SS なんだ。はい、ということでまたマドルってのもらいましたね。これなんかまた何に使うんだろう、何もわかんないんだけど。で次がプロローグ、多分ストーリーモードなんだけども、ここでも収録時間20分来ちゃったんで、一旦でですね、とりあえず初見実況をここまでしていきたいと思います。またですね、引き続きこのゲームやっていって、また実況の方ね、動画上げていこうと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。